石丸ゆきとは、日本の弁護士、一支、税理士であり、アディーレ法律事務所の設立者です。彼の政治家としての実績は以下のようなものがあります。経歴と初期の活動、学歴、北里大学を卒業し、その後、弁護士資格を取得、職歴アディーレ法律事務所を設立し、多重債務者の支援や過払い金返還請求を専門とする活動を行いましたリキペディア。主な実績、法律活動、アディーレ法律事務所を通じて、多くの消費者を支援し、 カバライ金返還請求を中心とした法的サポートを提供、著書として知らないと損をする、カバライ金回収完全ガイドなどがあります。消費者庁からの行政処分を受け、東京弁護士会からも業務停止処分を受けましたが、その後も法的活動を続けていますウィキペディア。メディア出演、行列のできる法律相談所やスーパーモーニングなど、多くのテレビ番組に出演し、法律問題についての解説やアドバイスを行いましたウィキペディア。企業と経営アディーレ法律事務所の代表として、全国に視点を展開し、 消費者ホームの分野で大きな影響力を持つ企業に成長させました。社会的活動と評判。保育士資格取得。子供ができたことをきっかけに保育士資格を取得し、法律事務所代表の仕事と育児を両立しています。社会貢献。法律事務所を通じて、社会的に弱い立場にある人々を支援する活動を積極的に言っています。ウィキペディア、評価と批判。評価。多重債務者支援や過払い金返還請求の分野での活動が広く認知され、評価されています。批判。 法律事務所の運営に関しては、消費者庁や東京弁護士会からの処分を受けるなど、運営方法に関して批判もあります。石丸由紀とは、多岐にわたる資格と経験を生かし、法律、医療、税務の各分野で活動しており、その幅広い活動と社会貢献が注目されています WIKIPEDIAWIKIPEDIA。